皆さんこんにちは、おさきです。今日はうーちゃんに検証していきたいと思います。の検証がじゃん、こちらのうーちゃんが毎回ずっと欲しがってたね、アイドルのね衣装があるんですけど、これがいきなり置いてあったらどういう反応をするのかっていうね、検証していきたいと思います。それではどうぞ。こんな感じでね、衣装を用意しました。見てこれ。何これ。わかんない。何これ何これ。これ耳アップ。うん、なんで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 。これよく、なんでなんで。これがあの火が入れないじゃん。でもさ、でもさ、一応着てる。うん、これさ、ネネのとこにあったから、これね、多分ネネのだと思う。ゆうちゃんじゃないよ、これ多分。ゆうちゃんのはこれさ、ネネの部屋にあるからさ、ゆうちゃんじゃないと思う。ネネのじゃない、多分。これ、ちっちゃくしゅぎ。じゃ、これ履いてみ。なんで履いてみ。いや、履いてみていい。うん、うん、あれ履けない履けないってことは、ほらね、ゆうちゃんのでしょ。じゃあ、うーちゃん履いてみ。うーちゃんも履いないよ、これ絶対。ほら見てみ。ん、ほら、え、履いてる。え、もう一回履いてみ、ちゃんとちゃんと履いてみ。だって履けてないよ、絶対。え、ほら、ほんとだ。え、じゃあこれうーちゃんの。え、じゃあ全部着てみ。絶対履いないよ、スカートだけだよ、履けんの。え、履いないよ、絶対。履いる。履いないよ。見てて。うん、え、ほら、ちゃんにさ、これ渡したんだろう。ゆうちゃん1個かな。もう、ゆうちゃん1個。うん、1個だからパパさんにくれたかも。じゃあ1個の人を歌ってみ。やっぱ上手な歌が歌った人がこの衣装着れるんだよ。パピークックマッチ、パピークックマッチ、じゃあじゃあゆっから始まる。いいわ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 、ぜひさ。てすごい。え、うーちゃん飛んでる。何でよりうまいか。じゃあくるくるして、せーの、くるくる。やっぱうーちゃんので、うーちゃんが一番似合ってるね。ってことはさ、うん、うーちゃんにくれたのかな。うーちゃんだよ。やった、うれしい。欲しかったうちだ。やったー。ねんねんも欲しいから貸して。やー、貸してよ。それで一緒に戦う。ん、じゃあさ、ニーニーにさ、怪物のさ、衣装着させる。検証の結果、うーちゃんはとてつもなく喜んでくれました。すごい恥ずかしがってた。ね、恥ずかしい。でも、なりきってちゃんと歌も歌ったし、うーちゃんがイコにしてたから誰かがプレゼントしてくれたのかもね。あのさ、ねえねえ、足とクッタとこれの、これあつは。なんか今さ、ここまで揃えてるのにさ、靴と靴下と変身するやつがないとか言ってめっちゃ要求してくるんですけど、やっぱね、なりきっちゃったからにはね、そういうのもね、欲しいのかな。じゃあプレゼントしようと思います。その代わり、うーちゃんがいい子にしてなきゃ買えない。いい子にする。本当に。うん、そう、それでね、うーちゃんがいい子にしてたらまたサプライズでいきなり置いてあるっていうドッキリをね、したいって思います。ということで、終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら、よろしくお願いします。バイバーイ。お先に失礼します。